Wait, don't go in there. あ、皆さんこんにちは。はい、OK。 今ちょっと発音の練習してたんですよ。キリギリスってこう、アルゴの練習してた。素晴らしいね。ちゃんと毎日頑張ってるんだね。はい、そうなんですよ。いつもキリギリスって言うんですよ。Very good ですね。OK、アルさん。よろしくお願いします。よろしく。はい、皆さんよろしく。はい、こんにちは。今日の一言ですね。今日の表現はこちら。はい。I have a sweet tooth。はい、僕はアトです、うん、ですね。甘党、はい、直訳すると甘い歯を持っているっていうことだから、はい、ね、虫歯かなとか思っちゃうんだけど、いや全然そんなことない、全く、うんうん、虫歯じゃないよね、はい、さっき打ち合わせでも僕スラッともスラッと出たでしょ、うんうん、そうだったかな、まあいいや、はい、sweet tooth イコール、はい、私は甘党ですっていうことになります、はいはい、あ、それで先生、カラトはなんて言うんですか、カラトはこんな言い方しなくて、はい、I love spicy food とか、あ、ちょっと困ったでしょ、今突っ込まれて焦ってます、I have a spicy tooth とは言わないよな、うん、これはアマゾンの時しか使わないね、あ、全然わからないんだ、はい、はい、じゃあ先生例題お願いします、例文ですね、はい、OK、はい、example 1、はい、A. Can I have a little more sugar in my coffee? コーヒーにもうちょっと砂糖入れてくれる？More sugar? You really do have a sweet tooth. まだ入れるの？本当に甘いの好きだね。甘党ね。そういうことよね。甘党ね。甘党ね。はい。滑舌大丈夫かな？英語勉強しすぎて。Okay. Number two. はい。My boyfriend has a sweet tooth, so I'm baking this cake with extra chocolate. 彼が甘党だから。このケーキにはたっぷりのチョコを入れて焼くのそういうことだよね、そうでしょ、うん、その時に、はい、My boyfriend has a sweet tooth ね、はい、Baking this cake with extra chocolate っていうとね、あの、もっともっとチョコレート入れるってことだよね、特別に、うん、extra なんとかっていうともっと多いってことだよね、うん、そして example 3、はい、I don't have a much、I'm sorry. もう一回行きます。はい。見ました。行きます。はい。大丈夫ですか？はい。はい。虫歯ですか？いえいえ。はい。行きます。I don't have much of a sweet tooth, but I crave for salty stuff all the time. うーん。甘党ではないけど、塩辛いものはいつも食べたくなるよ。うん、そういうことね。今の聞こえました？うん、聞こえた。よく聞こえた。はい。塩辛いものは食べたくなるよ。塩辛いものね。はい。そうでした。はい。Very good。はい。で、I have a sweet tooth だと私は甘党だけど、甘党じゃなかったら I don't have a sweet tooth。あ、なるほど。マン君は甘党っていうわけではない。いや、僕は甘いもの控えてるって先生いつも言った。終わった終わった。はい。さよなら。See you later。ありがとうございました。